日本神奈川県横浜市旭区中白根中白根は、神奈川県横浜市旭区の町名。現行行政地名は中白根1丁目から中白根4丁目。住居表示実施済み区域。旭区北東部に位置する。町内東端が、ほどがやく荒井町、上杉田町、北端が緑区白山、寺山町と接している。ほぼ全域が住宅地。 高度経済成長期に東急グループと三菱重工業グループが白根地区を開発した際に宅地化された。隣接する上、白根と合わせ東急白根ニュータウンと三菱住宅、三菱重工業の不動産関係会社が開発が形成されている。広さは東西に約800メートル、南北に約1000メートルほど。また、町内には、 公園が多く、中心にある朝日台中央公園は、付近の住民の憩いの場となっている。また、町内には、日産自動車の社宅があったが近年取り壊され、新しい集合住宅が建っている。新たな200世帯以上の大規模マンション建設などにより、活気が戻りつつある。現在は徐々に高齢化が目立つ。周辺の高齢化が進行しつつあるため町内に、 コミュニティバスを運行させようと、住民から横浜市に要望書が提出されているが、現在のところ道幅などの関係から実現していない。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、中白根1の15の20の地点で17万7千円、平方メートルとなっている。中白根は、上白根町と白根町のそれぞれ一部から成立した。この際、 旧白根町は白根と中白根に分割された。現在も旭区北端に未開発地区の白根町が残る。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。鉄道は地内にはないが、区内にある相鉄本線の鶴上野駅か、緑区にある JR 横浜線の鴨井駅及び中山駅が利用される。利用者では鶴上野駅の方が多いが、東京都心方面へは JR 横浜線を利用することが便利なので利用される。 横浜駅へは、相鉄線の方が快速で9分2駅なので、鶴上野駅が利用される。どちらの駅ともに約1キロメートルから2キロメートルほど離れており、徒歩約10から20分、自転車利用で約5から10分、バス利用で約5から15分である。町内の中心に朝日大バス停があり、相鉄バスの起点の一つになっている。また、町外だが、新井町方面には、 鴨井駅及び横浜駅西口行きのバスが運行されている。町内の住宅は駐車場付きが多く、自家用車の所有率が高い。鶴ヶ峰駅方面から伸びる白根街道があり、鶴ヶ峰で国道16号線と交わり、上白根で中原街道と交わる。自動車専用道路のほどがやばいパスでは、下川インターチェンジと二股川、 本村インターチェンジが近い。高速道路の東名高速道路では、横浜町田インターチェンジが近い。ビッグ A 横浜中白根店、相鉄ゼ前白根店のほか、上白根にある大型ショッピングモール、横浜式の森ホレオなどの商業施設が多数ある。また、約200から500メートルほど離れたほどが約、く、荒井町には、千岩台団地商店街があり、隠し店舗が立ち並ぶ。 住宅密集地であるが、長らくコンビニが、町内にはなく、2016年にファミリーマートが、朝日大バス停付近に立った。その他文京堂、上、白根病院などの施設も、付近を通る中原街道や白根通り沿いに集まる。地内の朝日大バス停周辺には、数種類の店舗がある。町内の中心にある、朝日大中央公園や、中白根二丁目にある日、 影山公園では毎年夏に祭りが開かれる。クリスマスシーズンには東急グループと三菱重工業グループが開発した横浜市青葉区大場町と同様、町のあちこちでホームイルミネーションが演出される。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。